はい、こちら展示させていただいたものは、HD の映像を一般回線で、まあ、配信させるというシステムになっています。今、使っているカメラなんですけども、キヤノンさんの HD のカメラからの映像を、まあ、非圧縮でキャプチャーできるというオスプレイという製品のものを使っておりまして、そのボードから取り込んだ映像を、ソフトエンコーディングをさせたもので一般回線に流して、まあ、配信させると。で、まあ、ソフトエンコーディングをしながら、遅延の、まあ、少ない配信をさせている形になります。まあ、HD の映像を使いますので、当然ハイビジョンという形にはなるんですけども、例えばその映像の内容が細かくなるというものとか、まあ、HD クラスのものをまあ配信できる形になりますので、まあ、一般的な回線にも流せるというところ、まあ、様々なお客様、カメラ自身がそんなにまあ高いものではありますけども、一般的なカメラからまあプロカメラがありますので、まあ、様々な形の映像を制作されている方にお使いいただけるんじゃないかと思っています。現在もこれを販売しているものがございまして、キャプチャーボードに関しましては去年から販売していますし、システム的にはちょっと最近ですけども、ジョイントさせていただいて、このディディオさんと一緒に、まあ、販売していく形を取っています。で、今回は、HD と SD という形で、 SD の方はフラッシュをリアルタイムに配信する形を取りまして、こちらは今パソコン仕立てなんですが、 SD の方はアプライアンスの形を取りまして、非常に簡単にどこにでも持っていって、まあ、配信できると。カメラとパソコンが割と一緒に移動させていたところから配信できる、まあ、こちらパソコンですけども、この小さなパソコンの中で HD のカメラとの組み合わせを持てばすれば、まあ、どこでも簡単に HD の配信が一般回線でできるというところが特徴になっています。